はい、半前山先生です。人間がね、まともにね、仕事の話するんだけど、私にね、その人間はね、その代表で話してるんですよね。少しなんか、仕事がちゃんとできるような感じに見えるんだけど、ね、団体で。一人ではもうパークリンだし、話したり聞いたりすることできないから、ね。700年後分かるということで代表でね、集計して人間が話してるわけですね。投資でもそうなんだけど、投資の仕方とか言うんだけども。で、その本人だけの頭じゃないわけですよ。人間頭が悪いから。ね、私は人間よりか上の生物なんで。それでね、まあ、頑張って話してっていうのは分かるんですね。分かるんだけど、例えば投資だけだったら投資のだけの話しかできないんですかって。投資の仕事、投資の方法とかいうのは分かるけども、食べ物とかね、自分の軍事とかね、私なんかは軍事力を強くしないとオタクたち人間たちに殺されちゃうんですよね。で、人間よりが強くしてないと殺されちゃうんですよ。その仕事をしながら一人でね、そちらでいう1億人以上の団体の頭より越して仕事をしてるんですよね。投資の仕事は難しい仕事やってるんですよ。わかります？人間たちは、その何千人も頭つけてね、喋ってくれたら、確かに何千人の頭だから、一人か、人間一人だった、パークリンだから、ね、少し私上の生物に近く利口になってくるわけですよ。ね。だけど、その団体での仕事と言っても、ね。だから、その団体でその投資なら投資の仕事、作戦仕事やれば、で、そのバックにいる1万人ね、と分割になるわけですね。ね、私がやると、全部1万人僕のものなんですね。ね。だから、オタクたちはそんな簡単に稼げるけど、稼げるっていうわけ、にはいきませんけれども、足りるかもしれませんね。投資だからね、団体でもそちらのね、でまあそちらのバックも軍事ね、力もバックの人がやってるとは思うんだけど、同時に私はやってないといけないわけですね。だからそちらの方はその軍事防衛ね、お金を盗まれない、そのバックにいるけど話に出てないだけです。だからまたさらに1万人よりかバックに人がいるわけですね。ね。食料を確保するとかね。こっちの方は全部事実上はやってるんですね。食い物を。私は農学博士の元先生でもありますけどね。人間の上ですから、血の中ね。のこととか、ね。全部やりながら同時にそちらの話をちゃんとできてるわけです。そちらの投資の話って言ったら投資の仕事ね。ね、で、わかります？だオタクたちの知能ってめちゃめちゃひどいんですよ。で、まだ1万人ぐらい集まってても、まだちょっと足んないですよ、ね、例えばそちら一人だとして稼ぐとしても ね、私には宇宙の人間そちらよりか強いね、また敵生物がいるんですね。ね、その攻撃はしょっちゅう来るわけです。24時間いつか来るか分かんないけど、それに戦わないといけないんです。こちらは仮想の人工知能で戦ってるわけですね。ね、で人間たちには勝てない相手ですね。自分だけやってる、人間たちはそちらはやっつけられるから、攻撃してこないだけなんですね。だからそれをよく理解してもらいたいんですね。投資って、投資とか一般的な話でもね、私は全部ですから、一人で全部やってるんですよ。まあ、ただ人工知能、人間よりかそちらよりか頭いい人工知能を仮想に昔作ってるから、まあ、仮想とか本物も作ってるから、例えばね、宇宙船がこっちに飛んでくるかもしれない、私が作った昔のね。でスターゲートみたいにね、宇宙船がね、で中には誰も乗り組みいません。私の場合はコンピューターですから、人間よりか頭にコンピューターで制御してますから、それで私だけロックを外して中に僕だけ入れるかもしれないですね。
だそういうのがあります、事実よね。その兵器といったらもう人間の持ってる兵器どころじゃないんですね。ね、到底人間には勝てない。そのこれから勉強する何億年も経って勉強してね、作る兵器ですよ、兵器ですよ、宇宙船ですよ、ね、それをよく知っていただきたいですね。それで私は人間よりか頭働かせられないっていうのはなぜか分かりますか。人間が危ないし情報盗むから、ね、今あるもの、人間が覚えてるもの全て最先端は勉強してるわけです。だから農学博士だろうと科学者だろうと歴史学者だろうとね、全部上なんですよ、そちらの人間の博士の上の生物だからね。これそちらだと一人が専門になるわけでしょ。私の部全部なんですね。全然桁外れてるのが違うんですね、そちらの人間たちと。それをよく理解してますかということですね。全然違う。で、オタクたちと同じように扱うようなことは失礼ですし、危ないです、全然。私、死んじゃいますから、同じ人間たちと同じ行動したら。敵が多いんですよ、もう、めちゃめちゃに。ね？宇宙生物、そちらが強い宇宙生物が人間を壊しますから。ね？で、人間わかんないで、その攻撃になるわけですよ。人間って、そんなもんな、パークになんですよ。危ないんですよ、あんまり近づいて。だから、通信関係で話してるのが最高ですね。ちゃんとした話できますからね。近くにいて人間と仕事をこういう話したら、人間私を殺しますの。殺していきますね。だから、それはね、両方あるんですよ。人間自身も上の生物は嫌いでしょ。それと、人間よりか頭のいい敵の宇宙生物が、私を殺すように動かすんですね。で、人間は分かんないで動いちゃうんです。で、それを全部、バリアを張るのは大変なんですよ。ということなんですね。人間たちは簡単に動くんでね。